イテム番号、SCP-CN2498。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。以下の収容プロトコルはサイト CN19 の上級職員会議において多数で承認され、現在までに実施されています。サイト CN19 が D クラス職員の収容処置を行う場合、所定の人員を配置した上で2498-1は記録され、その内容はバックアップ後に対象者に伝達されます。財団のカバーストーリーの運用を妨げることがないよう、対象者には2498-1の受容時にクラス G 記憶処理が施されます。説明。SCP-CN2498 はサイト CN19 の D クラス職員への収容処置執行時に発生する現象です。執行された D クラス職員が最後に残した言葉、以下、2498-1が最後に言葉を送りたい人物、以下、対象者の思考へと送信されます。対象者が死亡している場合、2498-1は対象者と親しい存命の親族、もしくは友人のいずれかにランダムで送信されます。実験の結果、SCP-CN2498 の影響を緩和させる最も有効な手段が現在の特別収容プロトコルであると判断しました。2498-1が実現可能な願いである場合、完全、または部分的に履行されます。2498-1が記録された媒体に文字が浮上する場合があります。これらの文字の筆跡は対象者のものと一致し、対象者から間接的に派生したと考えられています。ほい、音声記録、2498-1。以下はリンモゲ博士によって記録された2498-1の内容です。家に帰りたい。母さんに会いたい。私の死が世界に平和をもたらすことになるのなら、私は喜んで死にます。私は恐れていません。さあ、準備はできています。俺はついに謝ることができる。リン博士、始めてくれ。もう一度、母の料理が食べたい。処刑室全体が炊いた米の香りで満たされる。父さんはお前の成長を見守れない。残念だ。どうか私の両親と私が傷つけた人の家族をよろしくお願いします。本当に申し訳ありませんでした。すまない、お前の誕生日をもう祝うことはできない。翌年、対象者は誕生日に学校からの帰り道で父親の歌声を聞いたと言います。メロディーはハッピーバースデーソングだったようです。もし、あの世があるなら二度と誰も傷つけたくありません。始めてください、リン博士。俺は地獄に行く。あなたを見守り続けます。愛してます。もう一度母の手を握りたいです。執行後、D991773 の左手が数秒間わずかに動いた。額の中央にかすかな唇の跡がある。じゃあな、始めてくれ。もっと娘の誕生日を祝いたかった。D910820 の娘は誕生日の朝に目を覚ますと枕元に小さなピンク色のテディベアを見つけました。テディベアの胸にはハート型の赤いリボンがついていました。母に愛していると伝えてください。なんというか、すんな目で物事を見て判断できる人なら、この異常事態にもっとうまく対処できたはずが、対処する方法はいくらでもあったのに、それをやらなかったことがよくわかる。面白いもので、この収容プロトコルは数ある選択肢の中で明らかに負担が大きいのにもかかわらず、内難トップが採用していることには目を見張るものがあった。よくやったと言わざるを得ない。我々はまだ存在する魂を守り、これから死にゆく魂に最後の慈悲と慈愛を示すべきである。彼らが内人であることは理解している。それでも個人の権利として憐れみをかけることはできる。いずれにせよ、慈悲を示すことはできるが許すことは決してない。リンモゲ博士、